作戦失敗だ。分かってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして？ エレン、どうして私が分からないって。私も行く。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまで、エレンを巨人から守ると。頼んだ。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。 了解だ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。狙う。そんな方法私は知るわけない。邪魔しない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って、けなげに尽くすしかない。 まずい。エレンが食われるぞ。 危ない。 落とした。よし、なんとかしのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど 足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。潰す。
令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。いいところに仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも